こんにちは、オレンジ先生のアシスタント、もみじです。生徒のレイセンです。あれ、今回もオレンジ先生はお休み？そうね、なんだかテストで忙しいみたい。ああ、そういえばあの人学生だもんね。そう、だから最近テスト期間で忙しいんだって。私たちも学生なんだけどね。さて、今回は水平思考ゲームをします。水平思考ゲームって何ぞ？水平思考ゲームというのは、一人が問題を出し、他の人が、はい、か、いいえ、で答えられる質問をする。場合によっては、関係ありません、などの、はい、いいえ、以外の答えもあります。質問する側は、出題者が考えているストーリーあるいはものを推測して質問する。そしてすべての謎を説明できたとき、クリアとなる、といった感じかな。全くわからん。ちなみに、水平思考ゲームは思考パズルの一種でシチュエーションパズルとも言われています。あんた詳しいわね。オレンジ先生が頑張ってウィキペディアで調べてたよ。なるほど。要は先生含め3人ともよくわかってないということね。そんなこともないよ。そうなの？今回水平思考ゲームを始めるきっかけになった動画があるらしいよ。ほうほう、というと？オレンジ先生が好んで見ている、霜降りチューブ、ってのがあるらしいんだけど。ああ、霜降り明星、って芸人さんがやってる YouTube か。そうそう、でその人たちが、水平思考ゲーム、ってのを、やってたみたいなのね。それを見た先生は、これは思考力を鍛えるのにうってつけだ、と考えたみたいよ。なるほど、なんだかよくわからないけど、とりあえずやってみるか。ちなみに、その、霜降り明星さんの動画は動画概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はそちらも見てみてくださいね。で、どっちが出題するの？私が出題して、レイセンちゃんが回答者です。よっしゃ、3秒で終わらしたるわ。さて、前置きが少し長かったですが、実際に始めていきましょう。それでは、水平思考ゲーム、銃を突きつけられた男、スタート。問題です。ある男がレストランに入り、店員に、水をください、と言ったところ、その店員は男に銃を突きつけました。すると、その男は、ありがとうございました、と言ってレストランを去りました。なぜ？ん？どういうことだ？銃を突きつけられたのになぜ感謝しているんだ？さて、じゃあ質問をしてください。じゃあ、その男は変な性格の人ですか？わかりません。なんだと。わかりませんってどういうことだ。問題の答えになる文脈に関係ないときは、わかりません、と答えるよ。なるほど、ということはこの男の性格は関係ないってことか。そういうことになるね。ってことは普通の人と考えてもいいんだな。まあ、そうなりますね。普通の人が銃を突きつけられたら、驚いて両手口調偏差だよ。もろ手を挙げてごめんなさいだよ。それがこの文脈では違うんですよ。なぜだ？ヒント出しましょうか。どうしてもヒント出したいってんなら出してもいいよ。じゃあ、ヒントは特にいらないってことですね。ヒントください。はい。ではまず、登場人物ごとに何が起こったのか、整理してみてはどうですか？ほう。登場人物。というと、ある男、と、店員、と、レストラン、だな。レストランは登場人物ではないよ。そうか。じゃあ、整理してみるか。まず、ある男。あるお、は。あるお、って何ですか？ある男、の名前だよ。めんどくさいから略して名前にしてやった。なるほど。で、あるお、のしたことといえば、レストランに入って、水をください。って言って、ありがとう。って言ってレストランを去ったな。そうですね。ほいで、店員。は男に銃を突きつけた、だけか。そうですね。おかしいのは、あるお、だな。普通だったら、水が欲しい時は、水をもらって初めてありがとうというはずだよな。そうですね。なのになぜこの人は感謝しているんだ。水をもらってないのに。水をもらう必要がなかったのか？質問してみますか？ああ、そうか、これって質問できるのか。できるよ。完全に忘れてたわ。問題のことを深く考えている証拠だね。すごくいいことだよ。おう、じゃあ質問するぜ。いくらでもどうぞ。じゃあ、ある男は本当に水が必要でしたか？はい。え？
なんだって?ある男は本当に水を欲してましたよ。そんなわけあるかー。水欲しかったら、水もらってないのに感謝するわけないやん。見事に水平飛行ゲームの罠にはまってますね。なぬやつ。ヒント追加しますか?悔しいけど、ヒントもらおうか。いいでしょう。レイセンちゃんの考えはいいところまで行っています。ただ、今回の状況で、水をもらう、を唯一の解決法と考えているのはミスリードですね。ミスタードーナツがどうした?いえ、ミスリードです。ミスリードってなんだ?要するに、誤解してるよってことだよ。なるほど。水をもらう、意外に解決法があるってことか。はい、だからこそ今回男は感謝しているのです。なるほど。とりあえずヒントはここまでです。ぐぬぬ。え、じゃあ、質問していいですか?どうぞ。男は、銃を突きつけられた、ことによって問題が解決しましたか?はい。ふんふん。わかったぞ。お、わかりましたか。質問。どうぞ。アルオ、は水を飲みたいわけではなかった?いいえ、飲みたかったです。どっきゃー。おかしいやん、水飲みたかったなら水飲まなあかんやん。なんで水飲みたいのに水飲めてなくて感謝してるんや。どういうことや。わからん。ヒントいりますか?そんなヒント出していいの?本当は、水平飛行ゲームはじっくり考えてぐるぐる飛行の渦に入り込んで、そこから自力で抜け出すってのが一番思考力を鍛えるのにいいんだけど。まあ、一応これは視聴者様が見てることもあって、そんなにダラダラやるわけにもいかないのでいい感じのタイミングでヒント出していくよ。ぶっちゃけるのね。ええ。まあそれも水平飛行ゲームの面白いところなんじゃないかな。出題者と回答者の空気感でヒントを出したり、全然ヒント出さなかったり調整できるからね。暇つぶしにはもってこいだな。そういうこと。じゃ、ヒントでももらうか。いいでしょう、レイセンちゃんが誤解しているのは、ある男が水を欲している理由、です。理由、だと?理由、もしくは原因です。理由、か。レイセンちゃんは、なぜ水を欲している、と考えてるの?え?水が欲しい?から?いや、そうじゃなくて。じゃあ、聞き方を変えましょう。ある男は水をもらってどうするつもり、と考えていますか?え?飲む?なんで水を飲んだら満足するんですか?喉が潤うから?そこですね。ん?では改めて、なぜ男は水を飲みたかったの?喉が渇いてたから?そうそう、そこがミスリードなのです。え、この人は喉渇いてないのに水飲みたかったの?はい、そういうことになります。喉渇いてないのに水を飲む。熱中症対策か?いいえ、熱中症対策として水を飲むのは確かに大切ですが、今回は違う理由で水が飲みたいのです。水が飲みたい理由が他にあるだと。そういうことです。アルオは何かしらの理由で水を欲した。それが銃を突きつけられたことで満たされた。そういうことか?はい、いいまとめ方ですね。ふむ。水を飲むのに、喉が渇く以外にパッと思いつかないから。銃を突きつけられることで起こることでも考えるか。冴えてきたじゃない?何言ってるのよ、最初っからさえさえだわ。で、銃を突きつけられたらある男はどう思いますか?どう思う?びっくりする、怖い、手を挙げる、助けを求める。もう答えは近いですよ。そうなのか。水を飲む代わりに銃を突きつけられることで解決した、と考えれば?なんだろ。かなり答えに近づいてきましたね。さっきレイセンちゃんが言った、銃を突きつけられたらどうなるか、の中に水を飲みたい心の理由があるよ。え、なんだっけ。怖い、びっくりする、手を挙げる。あとなんだっけ。その中に答えはありますよ。え、じゃあある男は、怖い、と思うことで問題が解決した?迷いますねー。なんだと。本筋とは若干ずれるかもしれませんが、怖い思いをすることでも、問題は解決した、と考えてもいいでしょう。なんだかよくわからんが、じゃあ、手を挙げることで問題は解決した?いいえ、手を挙げることでは問題は解決しません。じゃあ、驚くことで問題が解決したってことだな。はい、その通りです。さて、ロジックパズルもいよいよ終盤ということで、話をまとめてみましょう。ある男は〇〇をしたかったから水を欲した。そして、銃を突きつけられることで驚いた。
そして、驚くことで〇〇は解決した。そして、感謝した。こんな感じだね。〇〇の中には同じ内容が入るよ。おう、なるほどわかりやすい。それでは制限時間1分スタート。え、聞いてない。なんで急に制限時間入ったんだ？ここまでヒント出して誘導したんだから、制限時間でも設けないと、面白くないでしょ。うへぇー。制限時間は焦る。どんどん質問するのも手ですよ。え。じゃあ。やべぇ、質問が思いつかねぇ。さて、残りは30秒ですよ。ごめん、ちょっとガチで考えるわ。それでは、冷戦ちゃんがガチモードになったということで、オレンジ先生チャンネルについて話しておきましょう。このチャンネルは、算数講師東大生のオレンジ先生が、算数のこと、受験のこと、その他勉強に関することを動画で、ほぼ毎日投稿するチャンネルです。よければチャンネル登録よろしくお願いします。さて、ラスト10秒、皆さんはこの謎、解けましたか？ 5、4、3、2、1、ゼロー。わかったー。冷戦ちゃん、時間切れです。あぱー。それではいよいよ答えを発表しましょう。ちょっと待ったー。何ですか？答えわかったから私に言わせてよ。いいでしょう。それでは〇〇に入るのは何ですか？それは、しゃっくりだー。お。しゃっくりを止めるために水を飲みたかった。ところが銃を突きつけられることで治ったんだ。びっくりしてしゃっくりは止まったんだー。正解です。よっしゃー。とはいえ、制限時間内に答えにたどり着けなかったので、今回のゲーム、クリアならず、です。どっちゃー。というわけで、皆さんいかがでしたか？かなり難しかったんじゃないでしょうか？私が解けなかったんだから、誰も解けてるはずないよ。ヒントもそこそこ出したから、そんなことはないと思うんだけど、解けたかどうか、ぜひコメントで教えてくださいね。よろしくな。改めて今回のトリックをまとめるとこんな感じでした。ああ、なるほど、赤の部分しかわかってないとわけわからんな。そう、これが水平飛行ゲームのトリックです。本来筋の通った文脈だけど、一部を隠すことで意味不明になる。はじめからこの図が書かれてたら少し簡単かもな。そうですね。なのでもし見ているあなたが出題者になる場合は、こういったフローチャートを書いて出題、もしくはヒントとしても、いいかもしれませんね。さて、最後に、この動画良かったよって人は動画下のグッドボタン、そしてまだチャンネル登録していない人はチャンネル登録をよろしくお願いします。頼むでほんま。そしてオレンジ先生はツイッターもやってるで。動画概要欄にリンク貼っておくから、そこからフォローよろしくな。それでは最後までご視聴。ありがとうございました。全然揃わんかったな。うん。